クラモと一緒に、レッツ、ティンカリン。みなさんこんにちは、テントのクラモです。今日も僕と一緒に、ティンカリング。いろんなものをいじくり回してみましょう。今日みなさんといじくり回してみるのはこちらです。ロボット不要なロボットプログラミング。VEX コード VR をいじくり回してみようということで、ちょっと謎な意味不明なタイトルですよね。ロボットプログラミングなのにロボット不要っていうね、ちょっと矛盾してますけれど、 VEX コード VR というものがどんなものなのか紹介したいと思います。で、まずその VEX っていうねロボットのシリーズがあるんだけれど、まずそちらのサイトを見てみましょう。このホームページが VEX のサイトで、彼らがね、どういうものをやってるかというと、STEM 教育のことをやっていたり、こんなね、ロボット、いろんな種類のロボットの製品を作っていたり、あと教育向けのことをやっていたり、っていうね。で、この中に VEX VR っていうのがあるよと。ね、見てるとね、いろんなことやってて、コンペティションって言って、競技の大会とかね、あと教室のなんか実験ラボみたいのとかね、いろんなことをやっている会社だそうで、割と20年以上前からねやっている会社らしいです。で、この IQ っていうロボットは時々僕もどこかでね使ってるのを見かけたりするけれど、このあたりは日本でも割と見かけるかもしれません。で、今日はこの YouTube でね紹介するわけだけど、VEX コード VR もしかしたら日本初紹介かもしれません。ちょっと調べてないけど、検索した限り誰もやってなかったので見てみましょう。で、右上にね、New Try VEX コード VR ってありますので、ここをクリックします。で、VEX コード VR っていうのを見てみると、ね、なんかさ、みんな見たことあるじゃん。スクラッチのプログラム。ね。ああいうプログラミング言語、ブロックを使った、プログラミング環境を使ったものみたいですね。で、その中になんか画面が、3D の画面があって、そこにね、多分こんなね、VEX の一つのモデルがね、あるみたい。で、これをプログラムして動かすよと。で、ブラウザで動くよとかね。バーチャルロボットはこんな機能があるよとか。なんかここに書いてあるね。なんかエレクトロマグネットとかね。ダウン、はい、下向いてる面があるよとか。50ミリのタイヤが、ホイールがあるよ。ライトバンパー、右のバンパーにセンサー、左のバンパーにセンサー。で、前に、フロントアイって、目が、カメラがあるのかな？で、あと、ディスタンスセンサー。で、ビートインジャイロ、ロケーションセンサー。あと、ペン。ペンもついてんだって。だから、絵が描けたりするんだね。っていうのがあって、まあ、迷路をしたりとか。なんかね、こんなことがあるみたいです。まあ、とにかく、やってみよう。で、このページの一番上に、この VEX、GoToVRVEX.com ってところがあるので、ここに行けば使えるみたいなので、使ってみましょう。クリックしてみるね。はい。こんな感じです。で、ちょっとこのタイトル邪魔なので消しますね。で、右上のテントはちょっと、番組がわからなくなっちゃうので、このまま、邪魔の時消しますけど、このまま行きたいと思います。で、あと、ちょっと僕もこのまま見えないままだと辛いので、こんぐらい？どう？うっすら背景にいていいですか？うっすらいながら喋ります。ちょっと気持ち悪いけど、よろしくお願いします。はい。で、まあ、どうやらこれ、スクラッチのブロックね、スクラッチのブロックって自由にいろんな人が使えるから、それを使ってね、作った、スクラッチベースのプログラミング環境みたいだね。で、左側にスクラッチと同じようにいろんなカテゴリーがある。で、今選ばれている青いのはドライブトレインって書いてあって、
ドライブトレインっていうと、駆動系。あ、そう、これ英語だけど、今ね、残念ながら、言語は、日本語は選べないみたい。だから、ちょっとわかりやすそうなね、英語でいきましょう。で、ドライブトレインっていうのは、そういう動力系ということで、動くために必要なもの。で、2番目、マグネットって書いてあるけど、なんかマグネットをブーストとか、なんか、ドロップブースト。多分、さっきフロントにね、マグネットっていうのがあったから、そこでなんか磁石でペタって引っ付けたり、外したりできるんだろうね。あと、ルックス。あのロボットの見た目が変わるのかな？プリントとかあるね。セットプリントなんとかとか、クリアオールロー、行を消す。なんか字が書けんのかな？で、セットカーソルトゥネクストローとかね。セットプリントカラーブラック。なんか字が書けて色が選べるみたい。あと、ムーブロボットペンダウンとかあるから、ペンね、上げたり下ろしたりできるみたいだね。ダウンとアップがあるね。あとは、セットロボットペンというカラー、ペンの色も選べるんだね。で、ペンの機能はね、スクラッチのスプライトにもあるから、まあ知ってるかなって思うけど、で、コントロール、制御だけど、1秒待つとか10回繰り返すとか、フォーエバーずっと繰り返すとか、ずっと繰り返すなのにこれ下に繋がってるね。どうやって抜けるんだろうね。あと、if then とか、if then else、wait until、だいたい一緒だね。repeat until もあるし、あ、でも、while ってないね。スクラッチに while ないけど、だいたい一緒だ。で、あと、センシング。センシングはなんかカテゴリーがいろいろ分かれてるね。ブレインセンシング。ブレインってなんだ？脳みそ。で、ドライブトレインセンシング。そういうね、駆動系のセンシング。で、あと、バンパーのセンシング。で、ディスタンスセンシング。距離を測る。で、アイセンシング。さっき言ってた、アイってのに何かが見えてるかってことだね。で、ロケーションセンシング。場所が分かるんだね。座標X とか Y をミリメーターとかインチで分かるんだ。すごいね。そんな制御したらすごいよね。で、あとオペレーターズ、演算ですけど、演算は四則演算、足す引くかける割るとか、ランダムとか大なり小なり比較演算イコールとか、あと論理演算 and or not。ね。かつまたはではないですか。で、あとラウンドとか、ABS、これ算数、数学の関数も大体同じかな、スクラッチと。大体同じ感じですね。うん。と、あと、リメインダー、あまりか。何割る何のあまりね。で、あと、メイクバリアブルス。はい、変数作れるよ。変数作るボタンいっぱいあるね。メイクはブーリアン。ブーリアンってね、スクラッチだとないか。10の true or false が入ってくるブロックですね。で、あとメイクはリストってことで、リストの変数と、2D リスト。2D リストってみんなわかる？ね、これです。画面は 3D なのに、リストは 2D なのかみたいな。2D って2次元っていうことで、スクラッチのリストって番号が振られて縦に1列しかないじゃないですか。で、それが縦にも横にもね、まあ知ってるかもしれないけど、Excel みたいなね、ああいうね、グリッドのリストが作れるよってことですね。2次元配列ってことです。はい。あと、マイブロック。ブロックを作るね。定義のブロック。ね。インプットの丸い穴も開けられるし、ブーリアン、true false のも穴も開けられるし、テキストのラベルも入れられるから、ほとんどスクラッチと一緒かな。で、あと、なんだこれ、コメントブロックってのがあるんだ。コメントブロックって、ブロックのコメント、え、じゃあ、あれか、スクラッチだと右クリックで、あら、これ右クリックできないな。ブロックを右クリックすると、こうやって、コメント書けるけど、その機能はないんだね。ブロックでコメントするんだね。わかったね。じゃあ、やってみようか。
で、これをやっていくために、あとあれか、さっきのプログラムの画面、これか。3D。エクスパンド。大きくなるの？あ、大きくなった。へえ。あ、右下にね、上から見たカメラとか、横から見た、斜めから見たカメラとか、あと実光とかかな。あとこういうインフォメーションが上にね、いろいろ出てるね。こんなのもあります。じゃあ作ってみよう。で、いきなりこれね、いじくり回すにしても、ちょっとね、僕も練習でね、少し触ったけれど、まず、こういうの初めて触るとき何からしようか。ね。で、よく見ると、上にチュートリアルとかアクティビティとかあるから、多分ここにね、なんかやり方とか説明が書いてあるみたい。ね。これ今、スクロールはできるか？ここまでか。ね。using help とか。いろいろあったり、あと、getting started。まあ、これなら多分始める人は何か、みたいな。With ね。これは、ごめん。なんか different スキッ blocks プし and てるから、behaviors. 音が変だけど。そうだね。まあ、ざっくり説明だね。まあ、みんなこれゆっくり見てください。まあ、これはいらないでしょ。で、あと、ブロックのつなげ方とかね。これもスクラッチやってたらね、みんないらないね。はい。で、ドライビングフォワード&バックワード。この辺からね、いよいよベックスの話になってくるわけだ。ね。あ、動きますよと。で、この、あーはー、なんとか、動くブロックがあって、お、インチって書いてある。へえ。まあ、なんかそれで動くんだぞと。はい。じゃあやってみようか。さっきね、このブロック使ってたから。ドライブフォワードフォー 200mm。これ実行してみようか。スタート。動いた。一マス動いたね。フォワード以外に、リバース、バック、後ろに下がるってことか。で、あと、ミリとインチが切り替えられる。200インチ。200インチって大きいよね。あと、この三角なんだろう。And don't wait って書いてあるね。動いて待たない。どういうことだ、これ。まあ、よくわかんない。よくあれか、スクラッチのブロックで何の音を鳴らすとか、何の音を鳴らして待つとか。あ、違う、終わるまで何の音を鳴らすとかか。ああいうやつかな。ね。まあ、わかんない。わかんないから、ちょっとパスして。次に、ターンライト。ね。これで右に曲がる。じゃあ、もう一回実行してみよう。進んで、曲がる。あら、ターンライトって言ったらずーっと回っちゃった。そうか。これはターンなんだね。どうやって使うんだろう。ただね、回るだけじゃなくて90度角度も指定すればいいんだね。で、これで200ミリ進んで右に曲がる。ああ、いいじゃん、いいじゃん。で、じゃあ、これを、こんな風にさ、複製して、2つにして、2つを2つで4つにして、200進んで90曲がって、200進んで90曲がってとかやると、どうなるか、わかる？実行してみるよ。で、これは、そうです。4マス使ってね、ぐるり一回りするみたい。だんだん分かってきたかね。これ、できそうだね。いろいろ。じゃあ、これで200進んで右に曲がって、200進んで左に曲がってっていうのを制御でずっと繰り返してみようか。じゃあやってみるね。これどうなるか分かるよね。進んで右、あ、じゃあ進んで右に曲がって、進んで左に曲がって、進んでだから、多分想像みんなできてると思うけど、こんな感じです。じゃーん。ジグザグ走行ね。
で、これちょっとこのカメラも切り替えてみようか。ああ、動いてる動いてる。で、カメラの視点はマウスでドラッグするとね、変えられるみたい。さあ、どんどん行け。頑張れ。ロボット静かだね。本物のロボットだったらジージーとか言って動くけどね。このロボは静かだ。さあ、あ、壁にぶつかっちゃうのはどうなるんだ？ ガリガリしてるわ 何これ？ひっくり返るわけ？ウケる。このロボひっくり返っちゃうんだって。すごいね。あ、じゃあちょっと裏側が見えるのかな？裏側、どうやって見んの？おりゃ。んー、ダメだ。僕がちょっとカメラの操作が下手っぴで、ひっくり返せない。で、多分これが戻る。停止。ロボットの停止で、戻る。あ、最初の位置に戻るね。そこでね、回したら裏が見えるかなって思ったんだけど、そんなことなかったね。なんかひっくり返っちゃったから。はい。で、今、ジグザグ動けましたと。じゃあこれ一回閉じてみて、じゃあなんかペンってあったよね。プリントのところにね。あ、プリントじゃない、ルックスか。あ、プリントね。ペン。まあ、ペンもしてみたいけど、プリントってなんだろう。プリントハローってやってみようか。ね、プリントハロー。実行してみよう。何が出るんだ？ロボットがハローとか言うのかな？言ってる？出ないね。どっか、このインフォメーションのところにどっかハローとか出んのかな？ないね。これはステージの名前みたいだし。ちょっと閉じてみようか。何このプリントハローって。ハロー。なんかあれかな？このなんかプリントなんとか0.1とか入れた方がいいのかな？あと、クリアオールロー。プリントを全部消すとか。テキスト、ネクストロー、ネクストロー、次の行？行が変わるってこと？ああ、どっかにあれか、コンソールみたいのがあるのかな？コンソールってのは、プログラムのデバッグとかに使うね。よくシリアルでテキスト書き出したりとかする画面がね、別にあったりすることがあるんだけど、どっかにあるんだな。この右上かな？この今テントのロゴで隠れて見えないけど、これ。これは？ああ、ブロックがね、テキストのコードになるんだね。じゃ、この扇形のなんか。あ、ハローって書いてあるじゃん。ハロー、ハロー、ハローって書いてある。ああ、じゃあこれ実行すれば、あれ、ハローが見えない。あ、ハローって出た、ハローって出た。なるほど。繰り返しが一周するとね、今、ハロー、ハローって書かれるんだね。じゃあこれで、ここまでは処理がうまくできてるとか、このエラーのなんかね、ここに来たらエラーだよみたいなのとかを作れるんだね。あ、結構便利だね。色もじゃあ選べて、なんか、ぶつかったよとか、赤で出たりとか。あ、ほんとだ。字が赤くなった。いいね、いいね。じゃあまあ、これがそうなんだ。あと、ヘルプ？で、ヘルプで、ブロックのヘルプは出るの？これ選べばいいの？ああ、出た、出た。はあ、はあ、はあ、はあ。いろいろあるんだね。ヘルプもありました。で、じゃあまたね、ロゴを出すけど、これで、あと何するんだっけ？特にね、何するって決めてないけど、じゃあチュートリアルを見ながら、ああ、そうだね、もう曲がるってやっちゃったけど、進むとか、で、ユージングループ、ループも使ったね。で、ストーリングデータ、変数か。で、マイブロックとか、はははだんだんこれ見てったら、使い方わかるようになるかもね。あと、アクティビティーズ。
なんだこれ。あ、ページが変わった。ああ、なんかいろんなね、こういうことやってみようっていうのがあるんだね。なるほど。まあじゃあこれはね、自分で興味があれば見ながらやってみて。僕は今日はあんまり説明しないけど。そしてどっか行っちゃったな。これか。はい。じゃあね、このチュートリアとかアクティビティで、まあいろんなことができますよと。あと、そうそうそう、僕はこのペンをね、試したかった。ペンダウンしてからジグザグを書きたかった。これね。あ、書いてる書いてる。ジグザグ線を書いてるよ。で、これやってるとさ、なんだっけ、こういう結構、マス目の上を進むプログラミング勉強ツールみたいなのあるじゃん。ね。ああいうのと似てるなーって思うんだけど、これってさ、ちょっとふっかり忘れがちだけど、今200ミリがたまたま一マスなわけで、ここをさ、170ミリとかさ、あ、全角入れちゃった。170ミリとか、こっちも謎の、ね、88ミリとか、で、90度じゃなくて、これを78度とか、ちょっとめちゃくちゃになりそうだけど、変えれば、自由に動くんだよね、一応。ね、マス目に沿って歩かせなくてもいいんだよね。だから、まあ、よりできることは自由度高いし、まあなんか 3D で見たらちょっと嬉しいし、ちゃんとこれ壁に当たったら転ぶしね。これ最後どうなるんだ？あ、来た来た。あ、はみ出た、はみ出た。いや、はみ出て今度は後ろからなんだこれ。うわぁ、なんかめっちゃひっくり返ってる。うわぁ、VR の、だからね、3D のポリゴンの隙間に挟まっちゃいました。あらあら。こんな、でもロボットちゃんと裏もあるし、ペンのペン先も見えたよ、これ。ウケる。あ、しかもペン、壁にペン書いちゃってるよ。なんかぐちゃぐちゃした後。結構なんかリアルだね。気持ち悪い。気持ち悪いけど、面白い。っていうことで、まあ、今日はちょっとこんなのがあるよっていう紹介と、使い方ざっくり説明ぐらいなので、まあ、よかったら、これ誰でもできるし、ちょっと英語を読まなきゃいけないけど、まあ、英語の勉強だと思って遊んでみたらどうでしょうか。ね。で、テントの教室に通ってるくれてる子とか、あとオンライン授業を受けてる子で、これやってみたいなってことがあれば、先生たちにね、声かけてみてください。これだったら誰でもできるから、ね。じゃあ、今日はこんな感じでおしまいです。で、この X コード VR のリンクは動画のね、概要欄にも書いておくし、検索したらすぐ出てくるので、試してみましょう。あ、そうか。肝心のファイルの保存？ファイル。save to your device これかな？これをやれば、作ったプログラムがね、保存できるみたい。スクラッチと一緒だね。よし。じゃあ、今日は、この VEX Code VR を紹介してみました。で、みんなもいろんなプログラミング言語ね、スクラッチ、今みたいなブロックのプログラミングとか、あとプロセッシングとか Python とかいろんなことやったことがあると思うけど、割とコンピューターの中だけで完結してることが多いんじゃないかな。で、このロボットのね、プログラミングやろうとすると、こんなね、なんか、ロボットの、本物のロボットがね、必要になっちゃうけど、とりあえずそれがなくても似たようなことができる。ね。そんなツールなので、ぜひ、試してみてください。で、ただ、まあ、これを言っちゃおしまいなんだけど、あくまでもこれシミュレーターなので、例えば、本物の世界だと、地面がザラザラとかツルツルで滑っちゃったりとか、ね、うまく動かないとか、
90度回すって言って回しても回らないとか、90度回らないとかね、そういうこともたくさん起こるので、まあその辺まで考えると、本当のロボットを使うに越したことはないけど、まあそこまでいかなくても、とりあえずロボット動いたわーいって感じでね、楽しいし、やってみたらいいんじゃないかなって思いました。で、このね、クラムと一緒にティンカリングでも、時々じゃあなんか、ロボットでこんなことやったら面白いんじゃないかなっていうことが思いついたら紹介してみたいと思います。今日はちょっとね、長めになっちゃいましたけど、じゃあおしまいにしましょう。はい。で、この動画面白いなって思ったらぜひ高評価お願いします。で、ね、引き続きこのベックスも含めてね、紹介していく予定なので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お友達に紹介してくれても嬉しいです。下のね、リンクにいろいろ貼っとくから、それもよかったら見てください。じゃあおしまいです。またねー。バイバーイ。